皆さんこんにちは、エルザです。今回は強いギアなんだけど初心者には難しいギア紹介となります。スプラトゥーンをしているとギアの考察とか強い組み合わせっていうのはたくさん紹介されていますよね。もちろんそれを真似すれば立ち回りも真似できるのでとても便利な要素なのかなと思います。ですがギアの使い方や仕様を理解していないといざっていう時に効果を実感できないっていうことがよく起きるんですよね。そこで今回は初心者向けではありますが強いんだけどさほど効果が出ない可能性があるギアを解説していきたいと思います。そもそもギア効果知らないとか対面めっちゃ負けちゃうという方には見てもらいたいと思います。また本題に入る前ですが、このチャンネルはゲームの解説と実況随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。まずは一つ目はラストスパートですね。スプラ3になってからかなり猛威を振るってるギアの一つです。仕様は条件を満たすと各インク効率とインク回復速度が最大サブ6個分アップするという効果になります。まあ条件は2つありますね。どちらもカウントだったり時間が影響するものとなっています。でこの効果時間とかカウントを考えるとめっちゃ強いギアなんですが、そもそも耐久力という実力に左右されるギアとも言えます。ガチアサリやガチホコといった一瞬で試合が動くルールでは防衛の時間稼ぎができないと効果を発揮することが難しいんですよね。そのためラスパに関してはあくまで保険という位置づけが重要です。最悪発動はしないでいいという心構えですね。逆に発動を狙ってしまうとチームが苦戦するきっかけになりますので気をつけるようにしましょう。またインクが足りないなと普段から思う方は素直にメイン効率と差し替えた方がいいギアと言えます。ただこのギア自体本当慣れるとめちゃくちゃ強いギアなんですよね。続いて気をつけたいギアはステルスジャンプです。前衛後衛関係なく付けられるギアですね。まあ、仕様に関してはスーパージャンプの着地マーカーが離れた場所から見えなくなるという効果になります。単純に着地マークが見えなくなるので後衛から着地狩りをされなくなるっていうのがいいところですね。ですがそもそもステルスジャンプを使ってもジャンプする位置は味方に依存したものとなります。ということはスパジャンをする場所を理解していない、または復帰の際にスパジャンを全く使わないという方には機会損失となるっていうわけです。特に慣れないうちはスパジャン自体の頻度が少なかったりマップを見るっていうことが少なくなりがちです。プレイ中に飛べるのが一番理想なんですが、それも難しいですよね。ギア1枠使った割に効果を実感できないという方は、数試合のスパジャンの回数を振り返ったりしてみて確認をしてみましょう。続いて気をつけたいギアは受け身術です。このギア自体はダメというよりもキャラコンの話になります。仕様はスーパージャンプの着地時にスティックを倒した方向に着地と同時に前転という効果になります。スティックを倒すだけで発動するギアっていうところですね。しかも隠し効果もあります。結構これがでかいんですよね。まあ、効果としてはとても十分なギアというところです。ですがキャラコンに慣れていない方はちょっと練習が必要なギアともなります。というのもスパジャンの着地をした時にスティック以外のボタンを押していると発動をしないからです。特に L2 ボタンで異界動しようとすると効果を発動することができません。焦ってボタンを押しがちな場合は覚えることからする必要が出てきます。またステルスジャンプと同様にスパジャンの位置が重要となります。スパジャンの回数を確認するようにしてみましょう。続いて気をつけたいギアは復活ペナルティアップです。ノーデスならめちゃくちゃ強いギアですね。使用は自分または相手が倒れた時スペシャル減少量と復活時間増えるという効果です。一方的に倒せれば相手にペナルティをつけれますが、自分もやられたらペナルティが発生するギアとなってます。このギア自体は射程が長い武器で一方的な試合展開ができるなら強いギアだなとよく思いますね。なんですが生存を5分間し続けるというのはかなり困難なことです。そのためデスをしないというよりもデス後の動きが重要なギアとなります。相手に詰められて連続でデスしたら意味がないですからね。状況の把握力が重要になるわけです。武器自体に慣れていなかったりデス数が平均して多い、またはスペの回数自体が少ない場合っていうのは避けた方がいいギアとなります。
後衛武器につけると強いギアっていうところなんですが、そもそも基礎ができてないとキルを取ることも生存することもできないですからね。数試合のリザルトを振り返って数値を見るようにしてみましょう。正直4デス以上で倍以上のキルが取れてない場合はちょっときついギアかなと思ってます。それでもちょっと多いなって感じるところではありますね。ということで今回の解説は以上となります。強いギアやおすすめのギアっていうのは付けときたいところではあります。ですが強いギアにはそれなりのリスクがあります。基本的な部分をしっかり鍛えつつ、そのギアがどういった時に効果を発揮するかを理解しておくことが大事かと思います。メモリープレイヤーやリザルトが残っていますので、合わない時は見直すということを冷静にしてみましょう。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。